カラマツのガチャ当たりました。新田です。それはあれですか、はい、あのジャムのガチャガチャにおそ松さん入ったんですよね。そうですよ、昨日からねおそ松さん入って2つやった。もう2回やったんですけど、最初カラマツ出なかったんですけどね、今日オープンキャンパスのゲストの卒業生が1回やっててくれて、はい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 、アニメーターのね、はい、プロのアニメを、ね、仕事してるじゃないですか。そうそう、どうぞ。あ、実際なんかおそ松のね動画もチェックしたところなんで、はい、当たりました。皆さんあのジャムに来たら1回のガチャ回してみてはいかがですか。これは重始末ですね。重始末もね、重始末当たったんですけど、その卒業生の公開です。そう、アスル頑張ろうつくる。違います、はい。はい、あーということで、あれですよ、ほら、はい、石川でいつもやってるあれじゃないですか。あ、そうです、はい、なんで最初使ったんですか。はい、どうも、ジャムチャンネルです。絶対バラバラじゃないですか。ボロボロ。これでよかった。はい、ということでですね、オープンキャンパスの、はい、アンケートにね、お答えいただいて、その中にですね、ジャムの、動画チャンネルのね、はい、ジャムチャンネルの中でお答えしてくださいというものの、はい、内容を今日もいただきました、はい、今日は4月の29日です。29日です。はい、オープンキャンパスありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、どうぞ。まずですね、2つ、はい、ちょっとね、選んで、答えようかなと思っております。はい、じゃあまず、リナ先生、はい、ありますか。はい、あります。はい、手塚さんからのですね、質問です。はい、はい、アニメーターで一番大変なことはってありますけどね。そう、一番大変なのは、はい、自分の思った通りの絵が描けなかった時です。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい。実際仕事自体は絵描くことなんで、はいはい、自分が好きなことなんで仕事大変だなと思ったことは実際僕ないんですけどね。大変だなっていうのはね、はい、あの自分が思った通りの動きが作れなかったときね。動き、アニメが動いてね。そうそうそう、ね、動いてなんぼですからね。何度やってもかっこいい顔が描けなかったりとかね、思った通りのものが描けなかったとき大変だなと思います。ね、あと時間との戦いなんで、どこでね、これを妥協しようかなと思いながらね、やっていきます。なんで、あの仕事自体は辛いわけじゃないです。大変なのは自分が思った通りの絵が描けなかったときです。なんか決まりました。はい。いいかな、何だっけ、手塚さん、手塚さん、大丈夫ですかね。はい、あの、なるほどね、はい、まあ、あのイメージをね、しっかり絵にしてくることは仕事ですから ね、こだわりも大切ですよね。はい、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、次の質問はですね、いや、そんなんじゃない、そんなんだっけ。違う、そんなんだっけね。今日はね、需要じゃありますよね。はい、はい、ですね、これはコミックイラスト化に、参加してくれたエベさんというですね、はい、参加者の方です。ありがとうございます。はい、エベさんからの質問です。エベさんから、はい、線をきれいに描く方法を教えてください。カッコデジタルということで。デジタルね、前回ね、うん、あのちょっとね、手書きのね、そう、線の綺麗さを話しましたね。アナログではね、漫画とね、アニメのね、うん、形でお伝えしましたけど、実はここはですね、コミックイラスト化のね、草野先生と広野先生に、はい、回答を、うん、いただきました。すが、でですね、線をきれいに描く方法はですね、あのですね、ここ、皆さん、ここの筋肉をですね、うん、これ答え、もう、あ、答えじゃなくて、鍛える、うん、鍛えるということが結構大事だと思います。あはは、ね、安定するんですか、その鍛える。あ、よくぞ。ですね、線をこうやってね、ペンで描こうとしたときに、はい、うん、やっぱりあの、ね、たくさん線を描くときに、結構この二の腕のこの辺り、本当ここですよ、皆さん。わかりました、ここ、ね。ここに力が入るとですね、やっぱり線が安定する。なるほどね。で、前回あの、児玉もですね、あの、飯田先生も八の字描くとかね、いう線の練習があったと思うんですけども、とにかくやっぱり練習することでですね、線を安定的に引ける。で、それをやっぱり身につけることが大切なんだそうです。です。で、デジタル、ね、うん、あのパソコンでやっぱり書くということなのでですね、初めは線補正を入れて書く練習をする。あ、線補正ね、わかります。うん、あのデジタルで補正してくれるので、ちょっとブレても大丈夫だよ。そう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 、いわゆるか、ね、今これね、あの子供のスマホでも撮ってますけどね、うん、手ブレ補正みたいなものですよね。わかります。あの草野先生が言ってましたけどね、あの自転車の補助輪みたいなもんだと思うんですよ。あ、なるほど。いわゆるうまく運転できるための、うん、いわゆるね、サポート的な道具が
あのその戦後生だったわけです、うん、でそれで慣れるまで練習をして、うん、自分の思うように使ってきたらちょっとそれを外して、うん、またはちょっと軽めにしてあのちょっと調整していくといいんじゃないかなってお話がありましたよ。最近のソフトはすごいですね。そういうところまでしっかりやってくれるわけですね。こだまもまだまだデジタルはですね得意な方ではありませんので、この話を聞いてね、こだまもちょっと納得しました、うん、なるほどねーと思いましたよ、ね、はい、ね、徐々に練習してみていただけないなと思って、ね、でそのうちにね筋肉もつくかもしれない。そうですね、うん、そうするとね石川先生みたいにあのねムキムキみたいなね、それは何だろうたくさん練習をしましょうと、はい、いうことですね。これもすごく大切なことです。はい、じゃあまずですね、2つね、ご質問を答えましたけども、うん、次回のオープンキャンパスは5月の7日、はい、来週ですね。そうですね、まあ、ここもあのゴールデンウィーク中ではある、ね、はい、この開催になってますので皆さんまた、お越しいただいて、またアンケートにね質問を書いてもらったらこちらも答えていきます。はい、はい、ということでじゃあ以上ジャムチャンネルでした。バイバイ。あ、出なきゃね。15